皆さんこんにちは。株式会社サインチャンネルです。イエーイ。本日は静岡県掛川市 NPO 法人風の家さんの方に来ております。今からね3人でねたくさん食べていきたいと思います。中でね説明してくれるみたいなんで、その説明をお聞きします。平成29年のね5月にこちらに特定非営利活動法人が認可おりまして、はい、それから障害者の、ね、居場所、障害者というか居場所ですね、はい、障害者と長年関わりを持ってる仲間が障害者の方たちから、ね、自分たちの行く場所、いつ行ってもそこには誰かがいる、そういう居場所をね欲しいという声を聞きまして、それで居場所をまず立ち上げようかというところで居場所を立ち上げて、その後今度は働く場所、障害者の人たちが働く場所というところで自立支援法に基づいたところで就労継続 B 型支援事業所が立ち上がって、そしたら今度やっぱり食堂をね、やっぱり飲みに行く場所って障害者としてはなかなか街に出ても飲みに行く場所がない、そこには行く場所はあってもそこにやっぱりトイレとかねバリアがあって入れない、やっぱり気軽に行って飲んで食べてそういう場所が必要だよというところで食堂で、今正直言うと国民年金の中で払えれる額っていうような形で安い安価な定食というような形で500円ワンコイン定食、まあ皆さん今から食べていただきますけども、そのワンコイン定食をしてわずかな国民年金の生活の中から出せれる金額っていう形で、今結構物価が上がっててね500円をどうしようかって、税込みで500円ですのでどうしようかって思ってるんですけど、まあ当面やっぱりちょっとまだそのまま現在のまんまのワンコイン定食続けようかなと、あとカレー300円とチャーハン300円スパニティ350円という価格の中でねやらさせてもらおうかなという形で、で昨年も約昨年度ですね、令和3年度も6900人くらいの方がここで足を運んで、ああ素晴らしいですね、で、はい、でやっぱりここは正直言ってみんなの居場所、先ほど言ったようにご飯食べながらゆっくりされてくるお客様非常に増えてきまして、で本当に皆さんに支えられてね、なんで500円できるかって言ったら、今日も見てくだされば分かる、野菜はほとんどもらい物なんですけど、今日ついてるレタスとか、はい、そういうものは全てもらい物だからこそね100円でできる、あ500円でねできるかなっていうところです。本当に風の家に必要なものってそこのボードのところで写って、後から写してほしいんですけど、はい、風の家に必要なものって書いてあるんですけど、はい、それを見てね皆さんね自分の家にあるもの、また食材についても期限の前の切れるものを持ってきていただいて、だからこそ成り立つやっぱり風の家が風に吹かれないように皆さんで支えてもらってる、本当にこんな小さな事業所ですけれどもね、この大家さん、ここを1階だけ借りてるんですね、大家さんのご理解のもと安い家賃の中で借りてるっていうところがあって、今日のこの皆さん飲んでるお茶とか、あとインスタントコーヒーも自由に飲めれる、やっぱり誰に来ても居場所的にね、ここで使ってくださいっていうところで、インスタントコーヒーとかもお茶もね切らしたことがないんです。それは全部皆さんからのいただき物で、本当にもうなくなるよって言ったら、やっぱりその声をかければそういう自分たちの仲間からそういうものを集まって、だからこそ成り立つから、本当に皆さんに支えられてこの施設が成り立ってるかなと思いますので、ね、今後とも、ご支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、そういう説明させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、こういう形ですね、風の家では下木のような協力が必要です、ぜひご協力をお願いいたします。すごいですねこれ、先ほどね説明していただきましたけど、皆さんのねご好意でね成り立ってるお店みたいです。なんか寄付をね皆さんしていただければと思います。私たちもね力になれることはね今後力をお貸ししたいと思っております。はい、今日のメニューですね、1月14日私たち来させていただきました。今日も元気だ、ご飯がうまい、いいですね、いや絶対お得バケナンチ、願うのは世界平和、いいですね、世界平和いいですよね、本当に今戦争ね早く終わってほしいですね。はい、お野菜たっぷり、愛情たっぷり、バランスの取れた定食、ご飯味噌汁、素晴らしい、わかりやすいイラストも、そうですね、こちらの施設でね作られてる、あ作ってる感じですね、施設でねこうやって缶バッジとかね、ストラップとかね、プラバン、アクリル、すごいですねこれね。はい、皆さんぜひね
いろいろ寄付できる方はねできるみたいなんでね、はい、ぜひねしてみてください。よろしくお願いいたします。はい、風の家さんがねこういう形になっておりますね。心優しいボランティア継続支援者募集、掛川のね地図がここになるんですけどね、停止してもしあれなら見てみてください。さっきおかみさんがね話してくれたことがね書いてありますね、ここにね。居場所はね誰でも利用できるホッとできる場所、昼食事はね混雑が予想されますが昼食事以外ならゆっくりとした時間を楽しむことができます。インスタントコーヒーやお茶は無料ですって書いてありますね。切らしたことがないって先ほどね話してましたもんね。それがすごい、すごいよね。日替わり定食とかねカレーパスタチャーハン、うわーこんな安くてやっていけるのかなっていう感じですけどね、寄付があるんでしょうね。私たちもね何かできることはねしていきたいですね。 B 型事業の仕事としてはね調理の補助をしたりね切ったり煮たり盛り付け洗い上げの作業ね洗っていく収納接客、来た方に笑顔でお茶を入れます、素晴らしいですね。お料理のセット机の上に並べます、キッチンの掃除をします、こういうお仕事をねしてるみたいですね。あーすごいね、この時間なんかもきっちりしてるんですね。朝礼があってね10時に休憩があって作業、昼休み作業とかねこういう形で帰りの会1日の作業が終了、作業内容こういう形をやっております。こんな感じで寄付ができるんですね。あーごめんなさい。じゃあうちらの団体名でじゃああのこれで書いてきますか、はい、株式会社こう住所とかはねちょっとねあのあれしますんで、はいすいません、はい、こちらですいません、ありがとうございました、すいません、ありがとうございました、ありがとうございます。風の家さんでした。いろんな支援をしていただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。それではみんなバイバイ。